アーバンスポーツの一つで、東京オリンピックで一気に注目が集まったスケートボード。来年のパリ大会の種目にも選ばれています。そうした中、先月メジャー大会で4年ぶりの優勝を果たした相模原市出身のスケートボーダーがいます。度重なる怪我を乗り越え、来年のパリを目指すその思いに迫りました。寒川町にある練習施設、ザ・パーク。ここでアルバイトとして働きながら日々練習に取り組むのは、スケートボーダーの藤沢菜々香さんです。黒縁の眼鏡をトレードマークに、 X ゲームズなど国内外の大会に出場。先月行われた日本オープンストリート女子部門では、東京オリンピックのメダリストらを抑え、見事優勝を果たし日本一となりました。本当にまさかだったので、全然優勝できると思ってなかったので、まあとにかくびっくりしましたし、まず本当嬉しかったです。その優勝は復活ののろしでもありました。藤沢さんは相模原市出身の21歳。父親の影響で6歳の時からスケートボードを始め、その魅力に取りつかれたといいます。スケートボードってすごく怖いんですよ。その分決めた時のやったぜみたいな、やってやったぜみたいなところがすごい刺激的で、そこが魅力だと思います。得意なトリックはポップショービット。板を横に回転させる技です。スピードのある走行とチャレンジ精神が持ち味の藤沢さん、友人の目にはどう映るのでしょうか。乗ろうっていう気持ちとかすごい強いなって思いますね。かっこいい、リスペクトする人ですね。やっぱなんかお姉ちゃん的存在で、なんかめっちゃ優しいし、いっぱい遊んでくれるし好きですね。藤沢さんは2019年、東京オリンピックの有力候補を決める大会で優勝。強化指定選手として期待されていた中で不幸が襲います。それは度重なる足の怪我でした。中国でやった予選大会で前十字靭帯っていう靭帯を断裂してしまって、すごく落ち込みましたけど、東京五輪の最終選考会で右足首を骨折してしまって、それは結構きましたね。また怪我かっていう、どうしていこうって、結構人生で一番くらい落ち込みましたね。オリンピックを目前にして続いたアクシデント。スケートボードに臨む気持ちすら折れそうになった一方で、小さな頃から共に練習する家族のような存在の支えがあったといいます。イタリアの時はちょっと思ってました。ただその寺井さんと電話してて、いや何言ってんだと、お前がやりたいんだったらやるべきだっていう助言をいただいて、まあそこからはもう早く治して早くスケボーしたいっていう気持ちに切り替えることができたので。相模原市内でスケートボード店を営み、自身もスケートボーダーの寺井雄次郎さん、地元の練習場で藤沢さんを知り、今では大会に同行して技のアドバイスや精神面のケアなど手厚くサポートしています。1年生ぐらいからずっといるんで、もう付き合いがもう十何年以上なんで、一緒にやってきてもう成果出してきて、その分こっちは感動もらってるんで、あとやっぱ家庭も知っちゃってるんで、怪我からとか全日本1位ってどん底突き落とされて、そこからまた這い上がる、その過程を見ちゃってるんで。リハビリを重ね、友人や支えてくれる人の存在もあって、4年ぶりにタイトルをつかんだ藤沢さん。不屈の魂で見据えるその先は、来年パリで開かれるオリンピックへの出場です。せっかく出場予選大会に出場する権利、強化して選手になれたので、メイク率の強化、
安定感のある滑りを目指していきたいなと思うのと、実力の底上げ、技、新しい技をやったりとか、そういうこともやっていきたいなと思います。パリ五輪目指して頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。東京オリンピックでは、10代の若い選手の活躍が目立ちましたよね、はい、藤澤さんもすごく悔しい思いをしていたと思いますから、それを全部ぶつけてほしいですよね。本当そうですね。そしてこちらの色紙ご覧ください。努力は必ず報われる、もし報われない努力があるのならばそれはまだ努力と呼べない。藤澤さんの好きな言葉なんですが、球界のレジェンド王貞治さんの言葉だそうです。藤澤さんは、大会で失敗しても努力が足りなかっただけ、また次頑張ろうという気持ちになり前に進むことができると話していました。また藤澤さんは先週都内で行われた大会で決勝に進出、惜しくもタイトルには届きませんでしたが華麗な滑りを見せてくれました。復活した藤澤さんのますますの活躍に期待ですね。応援しています。